話なんですよ。こいつプレコだな。プレコ AB だよね。で左のあっちのね、あのこれ砂場だったんですけど、こっちのソイルがね崩れてきて、こっちにもう土砂崩れみたいになってしまってるので、ちょっとよし、ちょっと見てみましょうか。ちょっとねやっぱりソイル水槽なんで、結構ね水草はよく育つんですけども、育ちすぎてなかなかねこっちが土砂崩れとかあった時にね、もう掃除しづらいとかっていうのもあるんですよね。なんかですね、自分では気づかなかったんですけども、こういうコケ取りの魚が僕は好きなんだなっていうのを今こう改めて感じてるんですけど、でエビについてはですね、小さい水槽があるので、レッドビーシュリンプ水槽を作ろうかなとも思ってるんですけども、まだそこら辺は考えてはいませんね。フレームなしの水槽はとりあえず水草水槽にして、こっちのこの水槽をですね、プレコ専用の、そこにの砂利とかを敷かないタイプにしようかなとも考えてるんですけど、まだ全然そういう細かいあれは考えてないですね。食いついてるな。プレコもね、管理がしやすいようにするには、ソイルとかを敷かないタイプもあるんですけど、プレコだけの水槽になっちゃってはあんまり面白みがないんですよね。そうすると60センチでプレコだけの水槽ってのもあんまり好きじゃないんで、どうしようかなっていうので、ね、このプッシープレコっていうんですね、このヒゲヒゲとか生えてる、こいつはオスだと思うんですけど、わかりやすくこれヒゲが生えてるんですよ、タイプのプレコなんですけども、結構数が増えてですね、今20匹ぐらいいるのかなっていう感じなんで、結構ね本当にこのプッシュプレコはね増えちゃいますね。まあもう そんなに増えなくていいよっていう感じで、まあね、下にいますね、コリドラスパンダですね。3匹くらいいたんですけど、まあ、この1年前ぐらいコリドラスパンダ買ったんですけど、2体がもうおじさまになってしまってるような状態で、まあ基本的に過密なんでね、まあ外部水槽の方ができればそれが二手に分かれるんで、結構ね過密状態は解消されると思うんですけど、まあね見ての通りなんか本当に水草だらけなんで、このアヌビアス7っていう非常にね強い水槽じゃない強い水草なんで、減ることはないです。クロッソスティグマとかをこっちの右の方に植えてたりしたんですけども、完全に溶けましたね。やっぱ春グラスとかあと植えてたりしたんですけども、完全に溶けましたね。このアヌビアス7は異常に増えてってます。なんかこの水槽との相性がいいみたいです、まあ、よくわかりませんけど、私もまあ予定ではですね、あと買うものとしたら、もう土と、まあ、ソイルですね、ソイルと餌とかはもう買ってるんで、あと照明と外部フィルターと、あと地味に
ちょっと 上行きましょうか。上に行きつつ、この上のですね、こういうニョニョロっとしてる水槽は、ロタラインディカっていうやつなんですけども、まあ、結構、育ちはするんですけど、結構ね、切ると二股に分かれるっていう、ちょっとややこしい水槽。完成したらそれも動画にしますので。